今回の動画はスキビディトイレバイキーが襲ってくるマインクラフトの世界で村を守ることができるのか。今回の目標は50個入会ということでやっていきたいと思います。どうぞこちらです。ということで、今日の夜、スキビディトイレになったマイッキーさんがね、この村を襲ってくるということで、ちょっとね、夜になる前に、セキュリティハウスを作って、この村をね、守っていきたいと思います。あ、怖いなー。よし、早く作ろう。よし、ということで、じゃあどうしようかな。まずは、多分あっちからね、スキビディトイレが来ると思うんだよ。だから、とりあえず、用具を敷いて、来れないようにしとこう。ここら辺からここら辺に、こんな感じで、でっかくね、用具を敷いていこう。ほらほら、こんな感じで掘って、よし、掘れた。じゃあ、ここにこんな感じで適当にね、溶岩を流して、落ちたらね、めちゃくちゃ燃えるっていう感じにしましょう。よし、こんな感じかな。そしたら、このね、ネザーラックで、火を置いていきましょう。こんな感じでまた穴掘って、ここにね、ネザーラックを敷き詰めて、火打ちにして着火しましょう。これまあまあ強いんじゃない？これで結構、体力も削れそう。ちょっと敷き詰めるのがめんどくさくなってきたんで、コマンドを使いましょう。よし、こんな感じかな。そしたらまたコマンドで炎を敷いて、よっしゃー、できましたー。まあ、コマンド使った方が楽だね。よし、じゃあちょっとシミュレーションしてみよう。こうやってスキビディトイレのマイキーさんが来て、熱い熱い熱いってなって、またここにも落ちてね、こんな感じで、どうでしょう。そしたらね、セキュリティハウスを作っていきましょう。うわー、ちょっとね、やばくないこのアイテムたち。ダイヤモンドの剣かける橋とか、やばそうなアイテムがなんか追求されてますね。よし、じゃあセキュリティハウス作りましょう。じゃあ砂で囲ってみようかな。こんな感じで砂で、作るところを囲って、よし、そしたら、ちょっとね、今回、レーザーモードとかを入れてないので、じゃあ、サボテンでね、防ごうかなと思います。サボテンを、1マスごとに敷き詰めて、まあまあ、結構防御してくれるんじゃないこれ。まあ、後ろはやんなくていいか。こんな感じで敷き詰め、ほらほらほら、羊も引っかかってる。これ、いいんじゃない？よし、そしたら、折って、道を作りましょう。どうしようかな。爆発に耐えれる、ネスライドブロックで道を作りましょう。そしたら、また溶岩を敷き詰めて、やっぱね、溶岩がね、一番強いんですよね。そしたら、またこんな感じで敷き詰めて、じゃあちょっともう完全に入ってこれないようにしちゃおうかな。また砂置いて、ここにね、サボテンを敷き詰めましょう。これだったらもう完全に、やばい、どっからも入れないってなりますね。よし、ちょっと間にもね、敷き詰めていきましょう。これは結構守ってくれるんじゃない？ちょっとね、スキビディトイレマイッキーがどれくらいでかいのかわかんないから、ワンチャン飛び込んでくるかもしんない。まあ、そんなのいいでしょう。よし、結構いい感じじゃないこれ。これはね、徐々に体力削れそう。そしたら、またね、ネザライトブロックで、ここら辺を囲んで、よーし、囲えた。そしたら何でセキュリティハウスを作ろうかな。岩盤で作ろうかな。で、岩盤だったらマジで最強でしょ。うわ、これは絶対強い。そしたら鉄のドアを置いて、うわ、これはもう絶対に家壊れないでしょ。そしたら床はね、ダイヤモンドにして、じゃあちょっとおしゃれにしましょう。間に剣ブロック挟んで、よし、まあおしゃれになったのかな、わからないですね。まあね、このセキュリティハウス岩盤とデザインを作ってるので、もう 120% 壊れないんじゃないかな。よし、家完成しました。じゃあちょっと、スキビディトイレがここまで来て、守れなかったらちょっと裏にね、秘密兵器をね、作っていきましょう。こうやってスキビディトイレが来て、ちょっとここにね、大量の TNT を敷いて、おびき寄せて大爆発させてみようかな。いやー、いけるかな。とりあえずモブ倒して、じゃあね、大量の TNT を敷き詰めていきましょう。いや、コマンドを使いましょう。よいしょー、どうだ？うわー、すげー。この TNT 後ろにあったのやばいでしょ。そしたらね、この TNT を発射するために、ちょっと一回怖いからテストしよう。ここに置いて、レッドストーンを伸ばして、これでレバーを、はい、あ、遠くて光ってないですね。どうやったら発動できるんだろう。あ、そういうことね。リピーターを使ったら届きますね。じゃあこれでね、レバーを押したら TNT が大爆破っていう感じにしましょう。よいしょ、これが秘密兵器ですね。スキビディトイレマイキーをおびき寄せて、こっち来てこっち来てってやって、よし来たってなったら、これをね、発動すれば大爆破で倒せるんじゃないかな。これで倒せなかったらもう終わりですね。よし、ちょっと次は地下室にね、ビーコンを置いて、力をね、アップさせようかなと思います。ビーコンとダイヤブロックで、地下にね、埋めましょう。よいしょー、ビーコンできました。やばい、表現が溢れ出てる。何色にしようかな。オレンジ。よいしょー、どんな感じ？うわー、いいねいいね。ダイヤブロックを上げて、よいしょー、配線つきました。まあね、おしゃれで置いてるっていう感じかな。もう一個敷いて、これいいね。うわー、めっちゃセキュリティハウスっぽい。うわー、すげー。こんなところにスケルトンがいますね。よし、ビーコン敷いて、赤いガラス。うわー、めっちゃかっこいい。じゃあね、こっち側にも敷きましょう。よし、うわー、めっちゃいいね、これ。そしたら埋めて、よいしょー、かっこいい。そうしたらどうしようかな。じゃあちょっとエンドクリスタルを敷き詰めてみようかな。エンドクリスタルをこんな感じで置いて、ちょっとね、スキビディトイレマイキーがね、来たら遠くからね、弓矢で撃って爆発させて、ちょっとだけね、ダメージ与えようかなと思います。しこんな感じかな。どうしたらどうしよう。落とし穴とか置いたら引っかかるかな。ちょっと作ってみよう。さすがにね、引っかからないんじゃないかな。よいしょー。うわー、洞窟だ。下まで掘って。あー、頑張んな。もう一個下。よいしょー。あー、まで掘れました。そしたら、水を止めて。いや、引っかかるかな。作り方はね、簡単なんです。TNT を敷き詰めて、この上にね、レッドストーン、スナッて置いて、1個でもね、加圧板が反応すると、全部落ちるっていうね、仕組みになってます。これ引っ掛けるかな。作りましょう。ちょっと待って、全部コマンドで作っちゃおう。よいしょー。うわー、コマンド超便利。そうしたら、レッドストーンなんかコマンドで出せんのかな。いや、やめとこう。レッドストーンダストを敷き詰めて、よし、ヘッドストーン敷き詰めてた。そうしたら、コマンドで、素らしいでー。そうしたら、このね、真ん中にね、加圧板を置きましょう。踏まないように置いて、うわ、怖いなー。よーし、まあこんな感じかな。よし、ということで、セキュリティ放送がね、完成しました。ちょっとね、シミュレーションしておきましょう。スキビリトイレマイッキーになった気持ちで、こうやって襲いに来て、うわー、爆発でやられて、落とし穴に引っかからないで、燃えて、ここ来て、サボテンでダメージ食らって、で、死ななくて、ここで僕がおびき寄せて TNT まで来させると、そしたら僕がこのね、レバーを押せば、大爆破で倒せるという想定です。よし、じゃあチェストとかに防具を置いて、準備をしましょう。もうすぐで夜になるのかな。チェスト置いて、どうしようかな。このレインボーの弓とレインボーのマルチアーマー、ダイヤモンドの盾、トーテムも持っておきましょう。そうしたらエンチャントされたレインボーリンゴで、レインボーとか絶対強いでしょ。そしたらね、ここに入れて、よし、まあこれで準備できたかな。うわ、怖いな。夜になるまで待ちましょう。あれ、スキビにトイレマイッキー来た？来てなくない？いるのかな。ちょっと怖い。とりあえずちょっと防具置きましょう。アイテム取って、はい、レインボーフルアーマー、よっしゃー。え、来てるこれ。ちょっと見に行ってみよう。あ、待って、いる？あー、待って、いますね。こっち気づいてなくない？レインボーリンゴ食べて、うわー、いますね。意外とちっちゃい。これ追いかけてきてる？あー、痛い、びっくりした。来てる。意外と足遅いですね。走ったら逃げるそう。レインボーの弓、うわー、全然効かない。ちょっと遠く離れて、このエンドクリスタルを打ちましょう。よし、来い。行きます。おー、待って、発動しちゃった、落とし穴。待って、こっちは大丈夫だ。引っかかるかな。待って、嘘。引っかかった？嘘でしょ。これ作った意味なくない？いや、なんか意外とちっちゃかったですね。うわー、待って、復活してるじゃん。ちょっと待って、怖い。どうしよう。加圧板で火消して、こっち来い。待って、めっちゃ賢くない？こっちから来ようとしてる？ちょっと待って、頭良くない？めっちゃ。落ちろ。よいしょ。待って、嘘。火効かないじゃん。マジか。唐突削って、やばい、意外と強い。燃えないんだ。じゃあなんで避けたんだろう。避けなくても通れたよね。待って、こんなに賢いんだったら、このサボテンも引っかからなくない？うわ、ちゃんとなんか、ビッチ頼んできた。うわ、もう仕方ない。この TNT を放つしかないのか。うわ、来てる。よし、じゃあおびき寄せて、この TNT を発射しましょう。よし、こっち来てる。そうしたら、いけー。で、大丈夫かな？引っかかってちゃんと。あっち、奥行け。引っかかれ。うおー、重い。めっちゃ重い。どうだ、効いてるのか？おー、倒したー。よっしゃー。うわ、ちょっと村が壊れちゃってるけど、まあスキビディトイレマイキーを倒したのでいいでしょう。うわー、爆発で倒した。よかった。落とし穴落としても復活しちゃうから、めっちゃくちゃ怖かったね。よっしゃー、倒すことができました。やったー。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。